にゃんにゃんどうも、こんにちは。シ季ンキービーシュンのシュんです。春季ビーシュンのラギオを送るゲークイーってことで、第43回、パート43。2020年の4月の、何キーでしょうか何キーでしょうか何キーだろうね。何キーなんだろうね。 27です。27日です。はい。<laughs> ということですね。今日のラジオトーク、一体何をね、何を話そうかなと思うんですけど、うーん、まあそうですね。えー、っと、現在ですね。えー、っと、2020年4月27日、えー、っと、月曜日、 午前10時ぐらいかな。現在でね、えっと、チャンネル登録者数が49人なんですよね。いやー、本当にありがとうございます。ね。もう、なんやろ、YouTube やって2年ぐらい経,経,経,経つんですけどね。うん、<laughs> いやー、最初の目標の50人が、ようやく見えてきたかなと思います。 いやあ、50人行ったらどうしようかな。<laughs> 50人行ったらどうしようかなってね。うん。まあま、うん、まあ、えっと、悩んでるんですよね。どうしようかな。どうしようかな。なんか、なんか、何かやりたいなーとか。うん。なんか、YouTube でね、なんか、えっと、生放送できないかなーとか。でんで、えっと、生配信かな。生配信できないかなと思ってるんですけど。 えーっと、ほんな、まあ、えっと、本当は、えー、っと、ミラティブと YouTube で同時に、えっと、生配信したいのが、うん、えっと、生配信したいんですよ。<laughs> ほんとはね。うん、なんか、その方がいいかなって思ったりもするんですけど、できないので、うん、できなかったので、<laughs> うーん、なあね。 まあ、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、チャンネル登録者数50人記念の生配信は YouTube の方でやろうかなと思ってます。いや、うん。だって YouTube のね、YouTube の,あのチャンネル登録者数やからね。<laughs> はい。で、まあ、えっ、ー、と、また、質問コーナー的なこともやってもいいかなと思ってるし、もしかすると、えっ、ー、と、顔出し、まあ、えっ、ー、と、マスクしての顔出しもどうしようかなって考えています。 てことで、今日のラジオトークはこんな感じで終わりたいと思います。また話したいことがあるので、それはまた明日ってことで、えっと、ありがとうございました。